軍配返りました。待ったなしの声です。虎の海押していく、前へ出ます。パッて中に入っていきます。富士大生は手を出しています。虎の海もちょっと攻め手がありません。総払いを狙います。これも長くなりそう。長いね。少し疲れてますかね。うん、攻められません両者。これ大空もね、攻めなきゃいけないよね。こう待ってるだけじゃなくて。そうですね。うん、頭をつけています。虎の海攻められません。一度離れました。もう一度虎の海前へ出る。体勢は大空何してんの。やっぱ少しずつ相手に圧力かけて前出た方がね、違う流れ出てくると思うんですけど、全く出る気ないですね。そうですね。前に出ます。もう一つ払い。回しを取りに行くような動きは見られません。ここはね、大空出るべきですよね。叩きたいんでしょうね、出てきたところ。富士大生もなかなか手が出ません。肘のところ当てられちゃったりしてますからね。虎の海が前に出る。残しました。富士大生引いた。まだ落ちない。虎の海引きましたが、富士大生が落ちません。なかなか落ちてくれないというところでしょうか。また頭をつけたままの状態です。富士大生時々回しを探ります。そういうの下から言われてんじゃん、早く早くとか言って。もう散歩になる？どうでしょう。かなり時計係の親方も気にしてるようです。散歩になると止め。ついて最後は送り出しました。虎の海の勝ちです。いや、実に長い相撲でした。
あ、名前変えたんだ、大空から。そうなんですよ。ややこしいな、もう。送り出して、空の海の勝ち。いやー、なかなか攻められませんでしたね。ねえ、攻められないというか、攻めなかったですね。はい。